そっか、もうマーケットの修復作業が始まってるんだ。昨日の今日だというのに、ずいぶん手回しがいいのね。うん、メイベル市長がずいぶんと頑張っておるようじゃ。ラベンヌ村への援助物資もすでに搬送されたらしい。皆不安を感じながらも精一杯頑張っておるようじゃな。オートと連絡を取ったのですが、昨夜おばあ様が声明を発表されたそうです。竜の脅威に対する速やかな対策と被害地への援助を約束されました。そっか、さすが女王様帝国のお偉方にも見習ってほしいところだね。何しろ民を安堵させるよりもパーティーの方が大事と来ている。ま、それを言うなら共和国も同じようなものだ。互いの縄張りを意識しすぎて役人の腰がどうも重いからなそれが小国ならではのフットワークかもしれません。いずれにせよ、これで竜対策への準備は万全に整うと思います。まずは王国軍のお手並みを拝見ってわけね。私たちは国際空港に行けばいいのよね。うん、第一発着場に午前10時にとのことじゃ。今が9時くらいじゃから買い物をする余裕はあるじゃろ。そっか。でもボースマーケットはさすがに営業していないのよね。マーケットの商人は現在ホテルに避難しておる。商いもしておるそうじゃから買い物はそこで済ませるがいい。なるほどね。空港に向かう前に訪ねてもいいかもしれんな。との待ち合わせ場所は国際空港の第一発着場じゃ。まだ時間には余裕がある。マーケットの人、ちなみにうっかりま、驚いちゃったわ。もう工事が始まるんだもの。ええ、市民の協力もあって予想より早く着工できましたの。ラベンヌ村への救援物資も無事に送り届けましたし、これでようやく急場をしのいだというところですわね。なるほど、一段落ってことね。それでリラさんの容態はどう？残念ながら昨日から変化がありませんの。お薬の効き目が現れるのをじっと待っている状態です。そっか。でも心配しているだけでは何も解決に向かいませんわ。ともかく今は市長として己の職責を全うする所存です。もしここにリラがいればそう知ったしてくれると思いますの。うん、そうだよね。私たちも精一杯やってくるわ。ええ、いい知らせをお待ちしております。どうにか急場はしのぎましたわ。次はマーケットの復旧と市民生活の安定が目標ですわね。
に戻ろうにも定期船が止まっておるとは。わしは帝国大使であるぞ。
すがに外を出歩いている時間はないわね。街で買い物を済ませたら国際空港へ向かいましょう。
はまだ到着していないみたいね。一応買い物をするくらいの時間はあるみたいだけど。どうするの、エステル。それじゃあ軍艦が来るまで待たせて。